はい、ということで今週も始まりました令和4年10月28日渡辺哲也賞ライブのお時間です。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日の出演者のご紹介でございます。 MC 私渡辺哲也と、スタジオから長尾隆先生、はい、よろしくお願いします。西村幸雄さん、はい、よろしくお願いします。そして北海道からはいつものご意見番小野寺勝さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いいたします。まあいろんなことがもう世界中でありとあらゆることが起きている感じがするわけでございますが、まあ、今日いろいろお話をしていきたいと思うんですが、明らかにこう冷戦、世界の冷戦は確定的となり、独裁者が生まれ、そして最悪の方向に進んでいるという感覚を覚えている方が多いのではないでしょうか。はい、国会では未だに統一教会一色でございますけれども、それが本当に正しいのかっていうのは私疑問に思う。国民の生命財産安全が危機的状況にある、北朝鮮がミサイルを乱発する中で一番やるべきことっていうのは安全保障の問題だと思うんですが、それがまともに議論されず、おまけにね、官房長官がね、昨日だって核を搭載できるということではっきり言ったわけですからね。うん、それが要するに国会で議論の食いつかなきゃ、ま、中心にならないのがおかしいんですよ。日本政府なんで何もやってないんだっつって怒る人が野党にいてもおかしくはないんですけどね。そう、本当そう。まともな野党がねいるんだったらそうですよ。ということになるんだと思うんですが、まあそういう中でですね、マーケットも大きく動いておりまして、まあ、この円安についてこれまでこれ何度も何度も説明してきましたけれども、昨日 ECB ヨーロッパはですね、中央銀行は 0.75% の利上げを決めたということで、はい、まあ、世界的に利上げ傾向高まると。で、次のポイントになるのが11月1日2日に行われるアメリカの FOMC と。で、この政策決定会合で多分 0.75% 利上げして 3.75% から 4% に政策金利を決めてくるのではないかという。すごい 4%、 すごいですね。 4% ですよ。まあ、アメリカリセッション、景気後退がこう見えてきてはいるものの、それよりもやはりインフレのリスクの方が大きいというのが大方の判断と。まあ、一応ほら GDP は上がってるでしょ。GDP は伸びているし、まあ、ただし一部その利上げによってですね、不動産とかですね、自動車などに異変が生じ始めている。特に中古自動車の値段が下落を始めたというのが報じられてます。で、下落を始めただけでなくて、アメリカってノンリコースなんですよ、自動車ローンも。変動で。どういうことかというと、例えば300万で車買いました。残債300万あります。車の値段が200万に落ちちゃいました、と。中古車価格が落ちたからとなった場合に、鍵を返しちゃったら残りのお金払わないでいいんです。日本だったら200万に落ちてもローン300万のローンが残りますよね。300万残る。アメリカはノンリコースなので、自動車を返してしまえば残りの債務は債務者に残らないんです。なるほどね。なので、この住宅ローンで自動車ローンが、まあ、第二のサブプライム化するんじゃないかというような話も今出てき始めている状況にあるわけです。なるほどな。金利で言いますと、例えば 1% の安い金利で借りたのに比べて、例えば今の 4% プラス 2%、 例えば 6% の金利になると、月々のローンの支払い額は約2倍近くになるんです。ということになると、払えない人たちもたくさん出てくるので、鍵を返す動きが本格化すると、中古車市場が本格的に崩れる可能性が今言われているということで、利上げによる影響も出始めているけれども、当面はまだ利上げを続けるのではないかと。で、日本の状況に関しても、ここに来て問題になるのはやはり企業物価指数。企業が輸入するもの、同じものが3割高いわけですよ、うん、去年に比べて。簡単に言えば、で、それをどこかで反映させなくちゃいけないんだけれども、
今のところ企業側が、抱きかかえているというか損をかぶっている状態なんだけど、こんなものいつまでも続けられないですからね。普通ならね、あの物価が上がってったら給料上がんなきゃいけないけど、今の説明のような形でも給料反映されませんもんね、うん、結局あのコストインフレだから、コストアップインフレで、逆にあの16、いわゆる16ヶ月連続で今 9.6% ぐらい企業物価が上がっちゃってるもんですから、うんうん、そうなってくると 10% ぐらい原価上がってるのに、うん、あの給料コアコアの GDP は 2% 以下という状態ですから、はいはい、その差がこう今企業がかぶっているという状態なんですが、ここに来て企業の値上げが、目白押しになり始めておりまして、日銀に対する圧力というのがどんどん高まっていると、うん、やはりいつまでも量的緩和するんですかという世界的な声が強くなっている中で、うん、さて日本銀行どういう判断をしてくるのかというのがポイントになります、ね。まあ、黒田さんの任期は来年の春で、まあ、黒田さんの任期中にも利上げをせざるを得ない状況に、利上げというか、まあ、テーパリングからですね、うん、量的緩和の縮小からやらざるを得ない状況になるのではないかという市場予測も出ておりまして、この状況の中で、まあ、世界の経済も今大混乱にあると。ただいいこともありまして、ここに来てですね、世界的に不足が伝えられてきた半導体、物余りが起き始めていると、うんうんうん、あの直近では物がないんだけれども、在庫としては物が余り始めているという状態ですので、あの半導体の値段が下がり始めているし、調達しやすくなってきたと。で、逆に韓国などやですね、アメリカの企業などは円安の影響を受けて、逆に言うと不利なわけですが、うん、ルネサスは通期売上収益ともに最高益の見込みということで、うん、日本の半導体企業にとってはかなり追い風にもなってきていると。さらに、まあ、中国半導体規制、アメリカの中国に対する半導体規制によって売れない半導体が西側国家で回り始めると。今まで中国に吸い取られていた半導体が中国向けが止まるということになりますから、一部それが西側に回り始めるので、今あの日本企業一番の問題はですね、円安なのに物が作れなかったんですよね、半導体がなくて、自動車を中心に。ところがこれが手に入るようになれば生産拡大ができるようになりますから、あとは電力、原子力再開と、この2つの条件が揃えば日本の製造業にとっては追い風ではないかと言われてますが、どうですかね、長尾先生。あれやっぱりあの円安の部分をカバーできちゃうぐらい価格がもう下がっていくっていう、そういうイメージでいいんですかね。半導体価格はですね、ピークに比べて半分以下になっている半導体もあります、うん、なるほど、それはいいですよね、はい。まあ、だから国内生産というかね、それがあの拡大していく可能性っていうのは十分あるわけで、うん、そこが今活路でしかないよね、うん、日本の場合はね、うん。まあ、さっきの米国の話だと、うん、まあ、確かに何か手を打てばどこかにマイナスがあるんだけど、そのまま米国がきっちりやり続けますよね、うん。日本の場合は本当に何かやり始めて、こっちがまあ売ろう方向に行くんだろうけども、マイナスの要素が出てくるとそこでもうまたギャー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 するんで、二の足を踏むっていう、これやっぱり国民性なのかな、うん。でも今の話聞いたらですね、やっぱり日本の企業をこれから守るっていうことを考えたら、まあ、この異常な電気の高さ、これからもっと高くなっていくっていうことに対して、もっと国が真剣にですね、電気料金を下げようみたいなですね、動きをしないといけないと思うんですけど、全く見えてきてませんよね。あの、新藤さんはですね、自民党の部会の方で、再エネ賦課金一時停止。そうそう。を視野にという話をしておりまして、再エネ賦課金が停止されるだけでもですね、随分違うし、グリーンインフレーションなんてやってらないですからね、今。多分めちゃくちゃ自民党内でもね、あの反発大きいと思いますよ。なんで大きいんですか。やっぱあの再エネ議員の方々。方たちいますもんね。すごい勢いですから。党内で2つに割れてまして、再エネ議連と、それといわゆる原発などで、まあ、原発グループですね。グループで。この2つがですね、対立軸になって争いやってるわけですが、これですね、多分、アメリカの中間選挙で、共和党が勝つと、完全に再エネ議連側力を失いますから、世界のトレンドが変わりますから、
というのがまあ見えてくる中で、キヤノンの御手洗さんがですね、あ、そうですね、工場の国内回帰宣明にって今年1月ですね、やっと、いや、あのもうすでにキヤノンは1月に中国の工場撤退を発表していて、もう逃げ切って自分は逃げたんで一抜け出した後に、キヤノンのまあ元経団連の御手洗さんが、まあ、日本企業は日本に戻ってくるべきだというような発言をしたと、でキヤノンは半導体の製造装置の新工場を国内に設置することも、宇都宮に設置することも決めておりまして、500億円の投資を行うともしております。このような状況の中で日本の半導体を中心とした産業にとっては逆にプラスの側面が大きいと。確かに中国に今売っている機械が売れなくなる可能性はありますが、他に工場が移るわけですから、結果的には、うんうんうん、ですからそういう面においては最終的に組み立て会社にとっては短期的に大きなダメージかもしれませんが、製造装置などの企業にとっては二重投資が必要になりますから、プラスになる側面も大きいのではないかと。で、中国の半導体輸入の状況なんですけれども、もともとアメリカの半導体規制一部しかかかっていなかった段階の9月の段階で、もうすでに 12.4% 減と。で、国内生産も 16.4% 減ということで、中国の半導体が売れてないという、うんうん、中国にですね、状況になってまして、中国の政治、経済的な減速感というのは、これは米国の対応の結果ってことですかね。その前のぐらいの前の段階です。10月7日にアメリカが新規制ですから、うんうん、その前の段階で中国はこれまでですね、アメリカの規制を恐れて半導体を買い漁ってたわけです、うん、世界マーケットから、うんうん、で買い漁ることができなくなってしまっている。できなくなったっていうのは需要がないんでしょうか、ね、需要がない。だからこれからますます11月12月にかけて、どんどんチャイナは冷え込むと思いますよ、うんうん。まあ、これだけ厳しいロックダウンやってて需要が増えるわけがなくて、わけがない、ね、で不動産バブル崩壊しちゃったから物を買う物欲というのもですね、これまでですね、中国の中、日本でもバブルでもそうでしたけれども、自動車とかですね、大型の耐久消費財を買うという動きが強かったわけです、成金さんで、ところがですね、ここに来て小さな贅沢と言い出して、ちょっと高級なチョコレートとかそういうようなお菓子とか、そちら側に価格が下がり始めているというのも報じられておりまして、やはりそれはいわゆる可処分所得が随分減り始めたということを意味するのではないかと言われております。まあ、そんな中でですね、日本だけではなくウクライナ問題もかなり危険な状況ですよね、小湯さん。そうですね、例の流行り言葉になっちゃったけど、汚い爆弾ね、ダディボン、あれが要するに核恫喝をロシアが露骨にし始めたっていうことですよね。おまけにウクライナが使うんだなんていうことをね、言い出したってことはね、本当に、でも逆の見方するとかなりロシアがそれだけ追い詰められてるっていうことだと思いますね、うんうん。ロシアのプーチンなんですけれども、ロシア正教会はですね、新たな称号をプーチンに与えたという、はいはい、素晴らしい、報じられている。プーチン首席エクソシストに就任、軍事侵攻目的は非ナチス化から悪魔払いへということで、ロシア正教会がプーチンを首席のエクソシスト、悪魔払いに任命したということで、ウクライナは悪魔だということを決めたというのが報じられております。どうですかね、小野寺さん。いや、お前が悪魔だろってことですよね、プーチン。ロシアの人たちにはやっぱりこの報道とかその就任というのは結構響くもんなんですかね。日本人なんてなんかエクソシストっていうと例の映画しか思い浮かばないから、なんかあんまりピーンと来ないんでしょうけど、ロシアにとってみたら非常にこれ、いや、やっぱりそれは宗教的な面で熱心な信者もいるでしょうしね。あとはロシアってどちらかというと中世の価値観がそのまま近代化せずに残っている国なので、ウクライナが逆に西側の近代化を進めたと言われていて、もともとウクライナって古都だったわけですね、地域における、いわゆる京都みたいな存在、それに対してモスクワっていうのはど田舎の大都会だったわけで、
そのコンプレックスがプーチンにはあるのではないかとも言われておりまして、渡辺哲也賞いかがだったでしょうか。ここで皆様へのお願いです。私はメールマガジン渡辺哲也の今世界で何が起きているかというのをやっております。ご興味のある方はこちらの QR コードか渡辺哲也メルマガで検索ください。よろしくお願い申し上げます。